岡崎直子のトークライブ第56回目のテーマは皆さんこんにちは岡崎直子です、えー、今回のトークライブのテーマで資本主義のその向こうにあるオルタナティブを考えてみる別の可能性を考えてみるというようなテーマなんですけれども まあちょっとこうざっくりと大きなテーマになっているので、えー、と前のね、前回のヌーソロジーのトークテーマのときのようにカテゴリーに分けてきっちぎり説明していくっていう感じというよりはもうちょっと雑談っぽい雰囲気にはなってくるかと思うんですが、まああのね、新型コロナウイルスのこの状況の中で皆さんお家の中にこもられている状況かと思うんですけれどもそんな中でやっぱりどうしてもこう目先の問題というか この先のの先自分たちの経済状況がどううなっていくんだろうとか、まあ、もっと喫緊の話としてそのウイルスに感染しないように自衛するにはどうしたらいいんだろうというふうに目先の話緊急に差し迫った話にやっぱり目が行きやすいところだと思うんですけれども、まあ、そういう時こそというか今のねこの現行の社会の在り方消費主義の行き過ぎた資本主義の暴走しすぎたこの状況に対する自然界からの脳なんだ。もう いい加減にしてくれっていう、自然界からの緊急事態宣言なんだっていうようなまあ解釈もいろいろ出ている中で、この私たちがあまりにも常識として受け入れすぎている、この資本主義っていうものについて改めてちょっと考え直してみるというのに、すごくいい機会じゃないかなというふうにも思っているんですね。まあ、なので今回このテーマにしてみました。まあよく言われている話ではあるんですけれども、こういう緊急事態、異常事態みたいな状況に陥った時に、 人間はこうどうしても本能任せの反応をしてしまいがち、えファイト・オア・フライトというふうに専門用語で言うらしいんですけれども、ファイト、戦うか、フライト、フライトは恐れる、怖がるという意味なんですけれども、つまり逃走するか、戦うか、逃げるか、この状況に対して自分が対処できる、何か利益を獲得できると思ったら戦うを選択するし、自分の手に負えないと思ったらとにかく逃げるっていう方向に走るっていう。 この2つのつ意識にすすごくく支配されてしまいやすくなるんですねでもこの本能任せの行動っていうのは実は、まあ、脳でいうとその古い脳爬虫類の脳とかって呼ばれているような本能に関わる部分が優位、えー、になって動いているような精神状態であって本来の人間の創造的な思考だとか、えー、抽象的な思考だとか今ある現状の外側に出て自分の状況を客観的に俯瞰してみようとか社会の状況を客観的に俯瞰してみようっていうような。 ののの高いいレベルの思考というのが使えない状態になってしまうんです、ねまあなのでまあ不安に思われている方もいらっしゃるんだと思うんですけれどもだと思うんですけれどもってなんでこんな人ごと事っぽい言い方をしているかというと私あの今すごくこう人口密度の低い地域に住んでまして、えー、東京からねちょうど2月にコロナがこんなに流行る直前ぐらいに引っ越してきたばっかりでまあ あの本当に人がいないんですよ、周りに。なので、感染リスクとか、外に外出するのにちょっと怖い思いをするっていうようなその心理的な感覚は、おそらくその都市に住んでいる人ほど感じていないっていうのもあって、まあ、ちょっとあらかんとした感じに聞こえちゃうかもしれないんですけれども、まあ、とにかく、まあ、とにかくその本能任せの行動以外のことに目を向けてみようという意味もあって、このテーマにしてみたっていうのもあるんですね。もうずっと昔からこの 社会システムっていうのは破綻しかかってるっていうことは多くの人が気が付いていておかしいってことを言ってもいてだけどその現状を批判することはできたとしても知識としてこの状況はまずいってことが分かったとしても美咲の生活とかすでに気づいてしまっているライフスタイルっていうことを変えられない変えるっていうことを具体的に想像できないっていうか具体的に計画できない,といか。 その状況のままずっと2020年まで来てしまったというところだと思うんですよね。まあ、よく言われる例えなんですけれども、壊れた車であるということが分かっていても、代わりの車が見つかるまではだましだまし、その車で、故障した車で走り続けるしかないっていう理屈ですよね。目先の問題っていうのはそういうこと。でももうすでにガタが来ている車なんだから、遠からず何か大きな事故につながってしまったり、大きなトラブルが起こるっていうことはずっと分かっていたんだけれども、でもそれが、 今日でなければいい、明日でなければいいっていう、その目先の問題、先送りにね、ずっとし続けて、結局、こういうウイルスみたいな状況が起こっているっていうことなんですね。自然界からの警告ウイルスってっていうふうに、まあ、私もそういうふうに考えているし、そういうふうな捉え方をしてる人は多いとは思うんだけれども、まあ、一方で、その、科学主義、エビデンス主義っていう人たちにとっては、それはまあ、迷信めいた話であって。 ウイルスの話はウイルスの話としてしっかり社会的に対処しなければいけないっていうふうにうんそのシンプルに表面的に捉えている人たちもまあ多いとは思いますけどまあでもどちらにしてもこの今までの 消費主義社会っていうか資本主義社会っていうのが前提にしてきた土台っていうのって結局自然界から無料でで得らられる様々な素材だったわけですよね自然界からもたらされるもの以外のもので作られているものって何もないわけですよ。あ,のありとあらゆる人工物もパソコンだろうがカメラだろうがなんだろうが全てその人工物人工物と呼ばれているものは全て自然の素材を加工することによって作られているものなわけだから。 原料としてては必ず自然界からもらもっているわけですよねで。例えばそういう現物に頼らないサービスとかイベントみたいなものであったとしてもそれは、ね、必ずそのイベントとかサービスを運営したり告知したり宣伝したりっていう時に使っている電力だとかそのエネルギー的なものっていうのは全て自然界からもらっているものですよねっていう感じでまあほと,とすごいシンプルに考えたとしても。 私たちが食事として取り入れているものも全て自然界からもたらされているわけです。それをどういう形で加工していようとも。っていうことは結局私たちの全ての人生生活この社会っていうものも土台には自然界っていうものが絶対的にまずあるわけですよ大前提として。だけどその何て言うのかな自然界がその人間の修業に対して今まで何のこう しっぺ返しもしてこなかったっていうと何,何回かしっぺ返しはしてきたりしてるんだけれどもでもまあ驚くほど寛容だったわけですよね自然は人間の振る舞いに対して今までずっと前から自然環境の破壊が大変なことになってるっていう問題はずっともう70年代とか60年代とかぐらいからずっと言われていたわけでそれに対するいろいろなこうそれこそオルタナティブな提案も されてきたわけですよね今までのエネルギーの状況を変えていこうとかフリーエネルギーの開発にもっと力を注ごうとかっていう意見はいろんな人が出していたんだけれどもその研究開発とかがなぜそう大々的には進まなかったのかっていうとやっぱり全く同じ理屈で壊れた車でも今の資本主義の中で既得権益を得ているっていう層がたくさんいてそのシステムを捨てることが誰もできなかったからてですね。でその状況に対して コロナウイルスっていう自然界からウイルスって自然界から生み出されてくるものだからそれによって一旦人間の社会活動がすべて停止に追い込まれているっていう状況はやっぱりこうみんなで全世界的に一斉の背で見直しをするためのやっぱり絶好のチャンスですよねこの機会をなんかどうやって早くウイルスを撲滅して元の世界に戻ろうかっていう方向に使うんじゃなくてこの機会に こういう根本的なところで自然界から疾病害しを食らうまで見直しができなかったようなさまざまな諸問題とか人間が人間の想像力とか発想力とかで解決できる問題もたくさんあるはずなのに手をつけていないこととかそういうことに目を向けるべき時なんだと思うんですよね。ここののののライイフスタイルチチェェンンジジとととか人生の選択の大ききなチェンジっていううができるためには実を言うと 今のままの社会システムを維持したいと思っている人たち、まあ、既得権益層と言ってもいいでしょう、その人たちが必死に宣伝している常識だとか、これがかっこいいんだ、これがイケてるんだっていうプロパガンダとか、まあ、洗脳と言ってもいいでしょう、そういうものに気がついて、自分で思考する、自分で考える、自分の価値、自分がいいと思うものを、洗脳を外して自分で。 の本心から選ぶっていうことをやらないとライフスタイルの変更って実を言うとできないんですよね。で自分で考えるとか自分で情報を集めることってできているようでいて案外できてないですよね。でそれは本当にこう自分の反省を込めて本当にそう思うんですけれどもこう当たり前に 好きだと思って自発的に自主的に選んでいるつもりのものでもやっぱりものすごく社会常識とか社会常識っていうと言葉が緩いんだけどもっと言うとこの社会システムの中で利益を得ている層からの刷り込みとか脅しによってだから洗脳っていう言葉も使えるぐらいの勢いなんだけれどもそういうものによって勝手に選ばされているっていう状況があるわけですよ。そのことと、にやっぱり気づかないと 自分で情報を選ぶとか、自分で本当にこれは自分の心からの好みとか、いいっていう感情によって選んだものなのか、それとも選ばされてしまったものなのかっていうことの見分けがやっぱりつかないんですよね。洗脳されてるってことに気づかないと、まず。だからちょっとその意味でこうアプローチとしては二方向あるかなと思っていて、自分が自分の,のメンタルをケアするっていうか、自分の。 常識と思ってるこれは私由来のものだって感じている好みとかライフスタイルのチョイスだとかっていうものを、えー、見直してみるそのためには実を言うと自分にすごく自信を持ってるっていうことが必要なんです自信を持つっていうかねその自分自身であるっていうことに対してすごくコンフォートである必要があるんだけれどもそこがコンフォートでないと。 自分を否定していたりだとか自信がなかったりだとか自分で思ったことを感じたことよりも社会で常識って言われていることとか成功している人がこれはおすすめって言ったことを優先して信じてしまうっていうような状況だとやっぱ洗脳されやすいわけですよなので、まあ、自分に自信を持つってことも含めた上での,その社会洗脳に気づいて 自分のメンタルを自分でケアしていくっていうことに一回腹をくくるっていうのが1つの方向ですね。そしてもう1つとしてはやっぱりこの今の社会システムとしての資本主義っていうものの正体、それは一体何なのかっていうことをちゃんと、まあ、勉強して、それとは違う選択肢、それとは違う社会のあり方、価値観のあり方っていうことをそのシステムっていうレベルから考えていくっていうことが2つ目だと思うんですね。でこの両方を 個々がやっていくってていいくうことその誰かに任せるんじゃなくてががそれにについいいててて考えるっっっうううこととやっぱりすごく重要だなふ思んかね普通に生きていて自分がそう洗脳されてる刷り込まれてるってことってあんまり自覚していないと思うんですけれども、まあ、すごく簡単な例を挙げると社会に対して自分はちっぽけな存在だって思っているっていうそれも刷り込みだし教育されてしまった結果。 となんですよ実を言うとあるいは政治の話っていうのは複雑で難しくって私の頭では理解できないとかねそれってこう自分がバカだっていうことを宣言しているようなものなんだけれどもそれも本当に頭が悪いっていうよりもそういうふうに刷り込まれているだけなんですよね実を言うと。えー、まずねものすごく当たり前のところから入っていきたいと思うんですけれども資本主義って一体何なのかどういう定義がされているのかっていうところからちょっと入っていきたいと思います。 まあ、あの知ってる方にとっては、今さら何の話を、そんなレベルからっていうことかもしれないんだけれども、なんか案外、ちゃんと考えたことないと思うんです。私、そうだったんで、まあ、私のレベルに合わせていただくって感じですけれども、改めて資本主義、私たちがこう住んでいるこの資本主義社会の資本主義って、一体何のことなのか、どういうふうに定義されているのかっていうところを、もう一回おさらいしてみたいと思います。と言っても、まあ あのウィキペディアに書かれているね定義をとりあえず抜粋したのでそれをこうまずちょっと読,読ませてくださいね資本主義とはまた資本性とは営利目的の個人的所有者によって商業や産業が制御されている経済的政治的システムのことで,すでまあちょっと中略して資本主義は一切すべてを商品化していく市場システムであり かつ、もろもろの近代国家に蓄積・競合させる世界システムでもあるという、その主体は企業であり、これが物材やサービスを生産し、流通させている。構造的には資本を私有、えー、する資本家が労働者から労働力を買い、それを上回る価値のある商品を生産し、利潤を得ている。というふうに、えー、ウィキペディアでは定義されています。つまり、 つまりですよ、資本主義っていうのは、もう書いてあるのをそのまま読むと、一切すべてを商品化していく市場システムなんですよ。一切すべてを商品化していくっていうことは、商品価値があるかどうかという基準ですべてを取り扱うっていうことなんですよ、すべてを。だからね、私もさっき使った表現ですけれども、魂を売っているってよく言うじゃないですか。なんかね なんかこの自分のアイディアとか、自分の情熱とか、自分の夢みたいなものを、会社の利益のためとか、今月の給料をもらうために、何かにこう絞り取られていくような感覚、魂を売って仕事してますとか、冗談半分、本気半分言ったりするけれども、本当に実際に魂を換金するのが資本主義なんですよ、そもそもの定義が、すべてを商品化するんだから。 だからね、あのそのヌーソロジーの回でもちょっと言ったと思うんですけれども、褒められるためにやった瞬間に、最初の純粋な感覚が消えてなくなるってあるっていう話をしましたよね、ただ楽しくてやっていたことなのに、それが一回褒められた途端に、次からは褒められるためのものをやるようになっちゃう、でそれもあ,ある種の,この資本主義みたいな感じですよね。つまり、価値をつけてもらうために、他人から承認されたり褒められるために。 もっと具体的に言うと、価格がつくものにするっていうことが最大の目的になっているっていうのが、資本主義っていう考え方なんですよ、そもそも。でね、の YouTube の無料動画で、資本主義の仕組みを30分で解説する動画っていうのが上がっていて、なんか海外の多分経済学者の方かな、が作っているアニメーションのすごい分かりやすい動画があったんで、ちょっとリンク貼っておくんですけれども、まあ、あのツッコミどころ満載で面白いんですよね。 制作している側がえ、経済学者、おそらくね、確かだったと思うんですけど、の方なのもあって、この資本主義システムに対して、なんていうのかな、肯定的な側っていうか、それを運用している側っていうか、ここにあんまり疑いを持ってない人が作ってる動画だなっていうことが、まあ、丸わかりで、突っ込みどころ満載で面白いんですけれども、まあ、資本主義っていうのは、市場経済、自由競争の市場経済っていうものと切っても切り離せない関係にあるわけですよね。 だって全てを価格をつけて商品化していくっていうことが資本主義なんだからそれがこう売買されるこう競りにかけられる市場っていうものとセットになった考え方なわけですよ。でねこの,あの紹介している動画、まあ、あの経済の仕組みを理解する根本的なところを理解するためにもすごく面白いので一回見てみられるといいかなとは思うんですけれどもなんかこうね出てくるその政府とか中央銀行 とか、まあ、普通の一般銀行、まあ、中央銀行はあの貨幣をすること紙幣をすることができる日本だったら、まあ、日銀ですよねっていう感じのその中央銀行ですけれども、そういうものがまるでなんか中立で公正なもう機関のように機械のようにシステマティックなものかのようにあの動画の中で出てくるのがおかしくてしょうがないんですよね。でそういうういいもももののののはあくまでもこの資本主義経済っていうもののシステムを、 滞りなく循環させるために仕事をしているだけであって、まあたかも個人個人がビジネスを作る個人それを買い取る個人消費者と生産者っていうのはあなた方個人個人が主役なんですよっていう感じで解説されているんだけれども事実はちょっと違いますよね。というのも事実はちょっと違うっていうかその各国の政府とか中央銀行っていうのも ある意味法人なわけですよ中央銀行は日本だったらま,まさに法人化されているけれども、法人なんですよ。つまり、ゲーム、資本主義っていうものをゲームだって言うんであれば、まあ、政府とか中央銀行とか、あるいはば、まあ、莫大な権限を持っている一般の金融の銀行っていうのは、もう普通の個人に比べて莫大な権力を持った、そのゲームのルール自体に関与できるような存在なわけですけれども、でも彼らもまた、 ゲームプレイヤーとして参加もしているっていう、そういう状況になってるんですよね。この資本主義経済って。わかりますのゲームのルールをいじれる人と、ただの一般プレイヤーが、同じ舞台で、あの、競争してるんですよ。まあ、厳密に言うと全く同じっていうわけではないんだけれども、でも、そうなっている。でね、この動画の最後で、生産性を上げることがとにかく重要ですっていうような言葉で締めくくられているわけですよ。その資本主義経済っていうのは、 個々が生産性を上げていくっていうことが何よりも重要なんだ重要なファクターなんだっていうことがすごく謳われているわけですでここで言っている生産性生産っていうのはもうすごく簡単に還元して言い換えてしまえばあなたの時間とか魂とか知性とかアイディアとか人間性とか、まあ、容姿とか魅力とか何でもいいですよそれを監禁してくださいっていうことなんですよ資本として自分の中に潜在的に眠らせておくんじゃなくて 市場にに出してててててお金に変えくくだだささいっていいいいっっううううここととでですすよ。よ生産性を上げてくださいっていうのはそういうことですよね。あるいはそういう,う価値ではないんだったら単純な労働力でもいいから市場に出しなさい自分をっていうことを推奨しているわけです資本主義のシステムを運営している側としてでそして自己価値をね換金する努力をしない人っていうのは貧しく苦しい生活を強いられることになります そしてた,たくさん監禁した人、自分の価値とか資本というものをたくさん監禁した人には、まあ、豊かな生活が待っていますよというような解説が、もうこの動画の中でもなされているわけですよね。でだからこの資本主義経済の理屈によると、この自分の持っている内面的なものとか、まあ、労働力とかなんでもいいんですけれども、そういうものを監禁する努力をした人のことを努力家とか成功者というふうに呼んでいて。 自分の内面性みたいなものを監禁しなかった人のことを怠け者っていうふうに呼んでいるっていう、そういう理屈になっているわけですよ。これはあのファクトとして、事実としてそういうふうになっているってことですね。でね、この資本主義経済を循環させる上ですごく重要な要素になってくるのが、実を言うと、そのお金を借りる、借金をするっていうことなんですよね。あの動画の中でも解説されていましたけれども、それをクレジットというふうに呼んでいるわけです。 信用取引ですよねクレジットこのクレジットっていう考え方が入ることによって資本主義経済っていうのはもうものすごい勢いで発達していく莫大に拡大していくっていうことが起こったわけですけれどもこれって要するにう未来からの借金なんですよねあの別にあの単純に批判しているというわけではなくて単なる事実のここは今解説のパートなんでそういうふうになっていますっていうだけの話なんですけれども。 まあこの借金っていうのはすごく、このクレジットっていう言葉はすごく私たちが普通に考えている借金っていう意味よりもすごく幅広いものを含んでいてえ例えばえと新しい事業を立ち上げてその資金調達のために投資家からお金を募るっていうのも借金なわけですよクレジット。でもそれも結局その事業計画とか事業内容っていうのが将来にわたって明したお金以上の利益を生み出すだろうっていう見込みのために 投資家はお金を貸すすわけですよね。当たり前の話ですけれども。で、まあ、あの株式公開されているような会社だったら、それは一般の消費者でも株として買えるっていう風になっているわけですよね。なんかもう資産運用としての価値みたいなものばっかり宣伝されちゃって、本質がちょっと見えなくなってるところはありますけれども、本来の意味としては、その会社のやろうとしている事業内容とか、会社がこれから成長していくだろうっていう見込みのために、 株を買うわけですよ株は,は売られて、その将来への期待を買ってるわけですよね。っていう形になってる。で、これって別に私たち個人個人が使ってるクレジットカードも全く同じシステムなわけですよね、実を言うと。クレジットカードっていうのは、その人の収入が今後にわたって借金を、こ,のこれのだけの額の借金をしっかり返してくれるだけの継続性と発展性があるだろうって見込んだから、まあ、カード会社が、 審査を通してその人にお金を貸すっていうことをやっているわけで、この未来から借金をしている、未来から借金をして、より大きな価値を生み出すっていうことは、資本主義のシステムそのものなんですよね。なので、借金をする、お金を借りるっていうことは、資本主義のシステムの中に組み込まれている大きな一要素、ものすごく大きな一要素なんですよ。で資本主義の画期的だったところはここだし。 資本主義がもうものすごく暴走して行き過ぎになっている理由もここにあるわけですよ。画期的だった理由としては、まあ、経済学者がよく言う話ですけれども、もう通常の生産以上に期待値っていうことまで換金できるってなったおかげで、成長率が爆上がりしたっていうことがあるわけですよね。ただ、よく言われている話ですけれども、資本主義の社会、資本主義の経済っていうのは。 右肩上ががりにに成長し続けててていいくっっうことが大前提になってるんですよ常に未来から借金、未来から借金ってしていくわけだからこう、もちろん波はあるんですよ、インフレ、デフレとかの波はあって、まあ、その話も、ね、その動画で解説されているので、知らない人はちょっと一回見てみるといいかなとは思いますけれども、その波はあるにしても、こう平均値を取って押しなべていくと、必ず右肩上がりになり続けているっていうことが、資本主義経済の絶対条件なんです。 と,いう,とっていうことは、これは還元すると何を言ってるのかっていうと、この資本主義経済に参加しているあらゆる個人が、今より未来は良くなり続けていく、私は成長し続けていく、この世界は良くなり続けて発展していくっていうことを信じられていないと、資本主義経済っていうのは成り立たないわけです。右肩上がりをみんなが信じてるっていう状態ね、それがこのシステムそのものなんですよ。 でもそれって本当にありえるだろうかっていうことなんですよ、今問題になっているのは。で分かりやすいところでは、一つはまず地球環境ががももうう限界を迎えてているっていうことがもう絶対的にありますよねその生産性が上がり続ける、富を採掘し続けられる、新しいものを作り続けることができるっていうことを、こう一番下で土台で支えていたのは、えー、言った通り自然界なので。 その自然界がもうこれ以上のエネルギーの過剰生産に耐えられないっていう状態になっているわけですよね。でそれが一つ目だしもう一つ目としてはまあ,あの格差社会って言われているやつですよね。結局さっきも言った通り、そり本来の会社の事業に対してその未来性に対して投資をするっていうところから投資商品として資産運用として別の言い方をすると金転がしだけのための ええー、その株式市場とか、まあ仮想通貨とかもすごくそういう風うになってるわけだけれども、そういう風うになってしまっている状況があるわけですよね。で、その中で実際に何かを生産しようとか、社会に何か価値を還元しようというふうに努力している人たちよりも、金転がしかうまい人たち、その手数料の利ざやで莫大なお金を稼いじゃうようなやり方の方が。 濡れてに泡のような商売っていうふうによく言われるけれどもそういうやり方の方がに長けてる人の方がずっとずっとお金持ちになってしまうわけですよね。で資本主義経済の中でお金を大量に持っているってことはあらゆるシステムに口出しをできたりあらゆる会社自分の好みの会社に大きな権限を与えたりとか資本を投入したりっていうことができてしまうわけですよね。もううそれどころじゃなな、くて国家レベルの政策にまで口を出すような 超大金持ちの層っていうのはもうずっと昔から実際にいるわけで,でそういう格差社会の格差っていうのがもう目に見える形で広がりすぎてしまってこのいわゆる中流階級がどんどんん消えていってるっていいいっるうに言われていますよねもう超大金持ちか超貧乏かの二極化になっている中で未来がこれからどんどん良くなっていく収入が上がっていくっていうふうに将来に期待を持てる人たちっていう。 絶対数が少なくなってきてきいるわけですよでそれはさっきの資本主義の原理にとってのもうあ,あらゆるすべての人々が今より自分たちはお金持ちになるんだ今より未来はどんどん発展してくな経済的に良くなっていくんだってことを信じられていないとこのシステムは成り立たないわけだからその根幹を揺るがすわけです二極化して格差社会になっていくってこと。 でだから実際ねアメリカでその若者の層の中で貧困が広がっていって社会主義が見直しをされ始めているとかねそんな話題が出てたりするのもそういう状況からまあ起きているわけですけれども最後までご視聴いただきありがとうございました面白いと思っていただいたらぜひいいねボタンとチャンネル登録をお願いいたします